マニラライトレール。マニラライトレールは、フィリピンの首都マニラで運営されている、ライトレールシステム。ただしより大量高速輸送システム形態である、ラピッドトランジットに分類する考えもある。ライトレールトランジットオーソリティによって、運営されている。グリーンライン、旧イエローラインと呼ばれる、l r t 1セントとブルーライン、旧パープルラインと呼ばれる、 MRT-2000 の日本によって構成されている。また、新イエローライン、旧ブルーラインと呼ばれる MR、MRT-3000、メトロ、マニラレールトランジットシステムは、マニラメトロレールとして民間出資の特別目的会社であるによって建設され、フィリピン運輸省によって運営されている。主として、高架鉄道となっている。LRT-1000 は、 主に南北方向の交通を担っており、全長は約 20km、20の駅を持つ。当初18駅であったが、近年2駅が新たに建設され、さらに MRT-3000 トループ上につなぐ駅を建設中である。ただし、両線のシステムの違いにより、このままでは相互の乗り入れは困難であると言われている。MRT-2000 は、 主に東西方向の交通を担っており、延長は 13.8km、11の駅を持つ。LRT-1 線と MRT-2 線は、LRT-1 線ドロテオホゼ駅と MRT-2 線レクト駅において接しており、そこで乗り換えが可能である。また、エルサ通り沿いに走っている MRT-3 線は、 LRT-1000 エドゥサ駅と MRT-3000 タフトアベニュー駅および MRT-2000 クバオ駅と MRT-3000 アラネタセンタークバオ駅に置いてり解えが可能である。2015年7月20日より非接触式 IC カードが導入されている。購入当日の未使用可能20ペソでカード自体を購入し、 最低10ペソから最高1万ペソまでチャージ可能。LRT-1000 及び MRT-2000 と MRT-3000 で共通で利用できるほか、マニラ首都圏の一部のバス路線、高速道路の料金所のほか、ファミリーマート、サークル系統でも利用可能な電子マネー機能を搭載している。マニラ市内における、軌道交通の検討は20世紀初頭から、 検討されてきた。アメリカ植民地時代の1905年には、マニラ電鉄伝統会社、マニラエレクトリック・レール・ロード・アンド・ライト・カンパニー、ゲン・メラルコの前身が、マニラ市内に路面電車を走らせていたが、第二次世界大戦で運行を停止し、マニラの戦いで施設は大打撃を受けた。路面電車は以後再建されず、マニラの市内交通はジップニーが担うようになった。 1960年代には、市内交通の混雑が問題となり、再度公共交通機関の導入が検討されるようになった。1960年代後半には、モノレール建設計画があり、同時に1970年代初頭には、日本の海外技術協力事業団、JICA の前身により、通勤鉄道や高速道路の導入提案がなされた。 1970年代後半には、世界銀行により LRT の研究が行われ、現在のマニラライトレールの構想が示された。その後、ライトレールの建設が具体化する。1980年、大統領令603により、運輸省の下、ロールタ・ライトレールトランジット・オーソリティが設立された。1981年には、 ベルギー政府の借款により LRT-1 線の建設が開始され、1984年に運行が開始された。LRT-1 線の乗客数は年々増加し、運行の拡大が求められるようになった。また、線路や車両の老朽化も進んだ。1994年、日本政府は政府開発援助の実施機関である国際協力機構。 当時の OECF によって l r t 1線増強事業を実施し l r t 1線の整備増強を支援することを決定した2000年にはフェーズ2として l r t 1線増強事業にを継続しておりこれにより近畿車両日本車両製造の車両を導入またベルギー製の既存車両にもエアコンを取り付けるなどして修復整備した また、1996年より、日本政府は JICA を通し、メトロマニラ大都市圏交通混雑緩和事業を実施し、MRT-2000 の建設を支援。この建設のために、日本が支援した総額は、750億円、低金利借款に上る。マルベニ等との協力で、韓国製現代ロテム社の車両が調達された。車両自体は、韓国製であるが、 その電気システムは東芝であり、全路や駅も日本規格となっている。2003年に全区間の運行を開始。現在、さらに東に延伸する計画がある。なお、1999年に運行が開始された MRT-3000 についても、住友商事等の日系企業が保守作業を支援しており、日本国政府や日系企業の貢献が見られる。 LRT-1000 バクララン駅から南に 11.4km の区間に10駅を設ける南側延伸計画があり、2012年3月に国家経済開発局に承認されている。MRT-2000 サントラン駅から東に 4.0km の区間に2駅を設ける東側延伸計画があり、2012年9月に国家経済開発局に承認されている。 また、MRT-2000 レクト駅から西に 8.0km の区間に3駅を設ける西側延伸計画がある。l r t 1線及び m r t 3線が共用する予定のノースアベニュー駅を起点とし、主にコモンウェルス通りに沿って北東に 23km の区間に14駅を設ける計画がある。ケソン、カローカン、及び ブラカン州サンホセデルモンテを通る。2016年に着工し、2020年、開通予定である。車両の製造メーカー、信号設備は現代、ロテムを予定している。フィリピン国鉄サンタ、メッサイキを起点とし、主に、ショーブルバードとウルティガス通りに沿って、東 26.8km の区間に13駅を設ける計画がある。マニラ、マンダルーヨン。 イ、お及びリサール州カインタ、リサール州タイタイ、リサール州アンゴノを通る。その他、MRT-3000 の運営権を m r t c からロール他にー上し、経営統合する計画がある。車両は主にヨーロッパやアジアで製造されたものを使用している。三菱商事は2017年11月20日に1号線向けの車両を受注したと発表した。 車両数は120両で受注額は約300億円となる。2020年末より順次導入される予定。車両はシーフで製造されるが、制御装置や手電動機、ブレーキなどは日本製の採用を検討している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。